チャレンツの肖像が使用されているセンドラムサツイエギシェ・チャレンツ、本名イエギシェ・アブガリ・ソゴモニアンは、ソビエト連邦ゲアルメニアの詩人。第一次世界大戦と共産革命での自身の経験、分けてもアルメニアについての幅広い実績を素材とし、アルメニアでは20世紀における主要な詩人とみなされている。1897年3月25日、ロシア帝国カルス・シュカルスで、 ペルシアのマークーから来た、アルメニア人の重炭生の家庭に生まれた。幼少からの読書家であり、バハンテリアンやモブセス・ホレナチの作品に影響を受けて育った。1907年から1912年までカルスのロシア人実家学校に通い、同時に民間のアルメニア人学校でも教育を受けた。1910年には学校年間に死を発表している。1914年に、 初の詩集、哀れな少女に捧げる3曲を出版。この時から、チャレンツの筆名を使うようになる。これは、カルスで出会った医師の名に由来するとも、アルメニア語のイタズラッコに由来するとも、あるいはアレクサンドル・プルシキンの詩、アンチャルのアナグラムであるとも言われる。第一次世界大戦が勃発すると1915年に、カフカース戦線で戦うことを志願した。同年に、 バーンへ送られた際には、包囲戦におけるアルメニア人虐殺を目撃し、これを死に書いている。戦争と虐殺に恐怖したチャレンツは、ボリシェビキをアルメニア民族の生存のための希望とみなすようになり、やがてその熱烈な支持者となった。1916年には前線を離れ、1917年までモスクワのシャニアフスキー国民大学で学んだ。 1917年2月には、ブトゥイルカ監獄の政治就釈法を求める学生、デモに参加している。ロシア内戦が始まると赤軍へ入隊し、カフカースで戦った。1918年から、ボリシェビキ党員となっていたが、一方で1919 19年からは、ニコル・アグバリアンの下で、アルメニア第一共和国の教育省に勤めていた。同年には、チフリスで、代表作、 冒頭を出版。ほどなくして第一共和国のダッシュナクトー政権は、1921年2月に、ダッシュナクトーによる反ボリシェビキ放棄が発生した際、チャレンツはこれを武力で鎮圧する側に回った。この時期に書かれた故郷についての消化し我はアルメニアという太陽のごとく、甘い響きを愛すは、現代においても教科書に掲載されるチャレンツの、 代表作となっている。1920年から1922年まで、チャレンツはモスクワへ戻り、ブルーソフ文学、芸術学院と、東方勤労者共産大学で学んだ。1921年に、最初の妻、アルペニクテルアストバザリアンと結婚したが、彼女は1927年に妊娠が原因で、死亡した。1922年6月には、 ゲボルグアボフ、アザトバシツニと共に3人の宣言を発表し、ブルジョワナショナリズムへの反対とプロレタリア国際主義に対する賛意を表明した。カルス条約によってトルコへ活上された故郷カルスを描く愛国的小説、ナイリの地は1923年に発表されると大成功を収めた。1920年代を通じてチャレンツは多くの施策を行い、 ソビエトアルメニアを代表する作家の一人となった。1925年には、グルゲン・マハリ、ムクルティチ・アルメンラと共に、レニナカンで文学会10月から11月を結成し、その名誉会長となった。1926年には、アルメニア作家同盟の創設を主導し、1934年8月のソビエト連邦作家同盟第1回大会にも代表として出席した。 1928年から1935年までは国営出版社文芸部部長も務めた。プーシキンやゲーテ、マヤコフスキー、ベルハーレン、ゴーリキー、ホイットマンといったロシア、西欧の文学も数多くアルメニア語へ翻訳した。一方、1926年9月には三弾銃で少女を負傷させる事件も起こしている。1931年には、 イザベラニアジアンイコールコダバシアンと再婚し、アルペニクとアナヒトの二条を設けた。しかし、ヨシフ・スターリンによる大粛清が始まると、チャレンツの作品は発表の場を失っていった。しばらくの間は、アルメニア共産党第一初期のアガシ・ハンジャンによって保護されていたが、1936年にハンジャンが暗殺されると自宅に軟禁され、同年9月に半革命。 民族主義的変更、トロツキズムテロの容疑で逮捕された。さらに1937年7月27日に、反政府活動の容疑で再逮捕され、同年11月27日朝7時、衰弱し語る性肺炎を病んだ末にエレバン、遺体の埋葬場所は明らかになっていない。エギシェーチャレンツ記念博物館二人の娘は、孤児院へ送られ、妻も、 死刑判決を受けたが、奇跡的に生き残りその50年間を中央アジアへ追放された。スターリンの死後の1954年3月11日、チャレンツはアルメニアの他の作家たちと共にアナスタスミコヤンによって名誉回復がなされた。チャレンツの住居は1974年に博物館とされた。ありがとうございます。